33歳になったわけですが、たくさんの方に感謝を伝えたいと思います。またサガン鳥栖で8年もの間プレーさせていただき、本当に感謝の感じでいっぱいです。まあ、これを見ることはないですが、母親が強くたくましく産んでくれたおかげで、僕はまだまだ現役でプレーすることができています。本当にありがとうございます。また海外生活で初というところで、ただたくさん大変なことはありますが、それも自分の人生にとってなくてはならないものかなというふうに感じております。 ACL にも出場しプレーできていますし、 K リーグで外国人選手として一生懸命今プレーしています。サガン鳥栖も一生懸命頑張っているところは見ていますし、これからもサガン鳥栖も僕もしっかり上を目指して頑張っていければなというふうに思っております。後半も熱い応援を皆さんよろしくお願いします。それではサガン鳥栖ファイティング。本日お誕生日の皆さん誠におめでとうございます。豊田選手からビデオメッセージでした。皆様後半